どこにあるか分かる？白は白じゃないじゃん。白の下にあんの。白の下にくぼんでるとこあるの。黒い。ほら、ここ見える。白いのの下に。あ、じゃあ、色が出てる。色が出た。あ、もうすぐ始まるお客様にご案内いたします。まもなくイルカプールに向かって右手奥のシャチプールにおきましてシャチのトレーニングを行います。お時間のある方はどうぞご覧ください。まもなくイルカプールに向かって右手奥のシャチプールにおきましてシャチのトレーニングを行います。お時間のある方はぜひご覧ください。トレーニングの様子はスタジアムの大型画面でもご覧いただけます。スタジアムでお待ちのお客様もぜひお楽しみください。水中の観覧エリアでご覧のお客様、恐れ入りますがお座りになって譲り合ってのご観覧をお願いいたします。お立ちになってのご観覧ご希望の方は両サイドの壁側へご移動くださいますようご協力お願いいたします。また屋外の様子は頭上もしくは両側のモニターでもご覧いただけますので合わせてご覧ください。屋外でお待ちのお客様、危険ですので岩の上や手すりなどには登らないようにお願いいたします。またカメラの三脚等のご使用は他のお客様の迷惑となる場合もございますので公開トレーニング中はお控えいただきますようお願いいたします。屋外ではシャチのジャンプなどにより水しぶきがかかる場合がございます。プールの水は海水ですのでカメラやお手回り品には十分ご注意ください。なおプールサイド間際でのご飲食はお控えいただきますようお願いいたします。それではシャチのトレーニング開始のお時間まで今しばらくお待ちください。皆さんこんにちは。本日は名古屋港水族館へようこそお越しくださいました。それではシャチのトレーニングを始めます。さあ早速こちらのプールに3頭のシャチがやってきています。まずジャンプに向かったのは一番大きなシャチステラ。ステラは体長が 5.2 メートル、体重は 2.2 トン、推定年齢29歳の立派なお母さんシャチです。さあそしてそのステラのすぐ後ろにいる小さなシャチ、
こちらは3歳のリンと言います。3歳と言いましても随分と大きく成長しました。体長は375センチ、体重は900キロにまで成長しています。さあステラがもう一度リンの後ろでジャンプです。プールの中央でもう一度連続ジャンプを決めました。トレーナーのところへ戻ってよくできたねと撫でてもらっていますね。さあそしてもう一頭のシャチ、今左側へ向かって助走を取りました。プール向こうで勢いよくスプラッシュジャンプ、披露してくれたのはアースです。アースは現在7歳です。体長 4.3メートル、体重 1.3 トンです。さあこのアースについてご紹介する前に、水中観覧エリアにお母さんのステラがやってきてくれました。さあこちらはステラですけれども、皆さんステラの目がどこにあるかお分かりですか？よく聞かれるんですけれども、この白い模様の少し前のところにあるんですね。あ、瓶まで隣に遊びに来てくれましたね。さあ少し見えにくい方はぜひまた後でゆっくりと探してみてください。さあ勝手に舌を出して愛嬌を振りまいていますね。はい、ステラありがとう。さあそれでは紹介が遅れましたが、プール右側の方にいるオスのシャチアース、実は12月8日に名古屋港水族館にやってきたばかりなんです。アースはステラの故郷でもある千葉県の鴨川シーワールドから陸路8時間かけてはるばるとやってきました。実はステラの孫にあたるんですよ。孫といっても現在7歳です。こちらにおります小さな小シャチリン、3歳の年上の甥っ子にあたるんですね。はい、少しややこしいですね。リンはアースから見ると年下のおばさんという関係になっています。ですのでステラやリンたちはアースのことを温かく迎え入れ、仲良く優しく接しております。名古屋港水族館に到着してしばらくはゆっくりと過ごす予定でしたが、私たちの予想を上回るスピードで環境に慣れ、ステラに促されるようにこちら展示プールまでやってきて、今日この公開トレーニングで皆さんに姿を披露しているところです。さあそれではプールの左側の方、お母さんのステラにご注目ください。くるりとひっくり返ってお腹を上にしてじっとします。実はこれはシャチの体温測定の姿勢なんです。シャチの体温はお尻の穴、肛門にセンサーを50センチぐらい入れて測るんです。平熱はおよそ35度から36度ぐらいと私たちとあまり変わらないんですね。この他にも尾びれに針を刺して採血をしたり、あるいは口からチューブを飲み込んで胃液を採取したりと、そういったことまでトレーニングでできるようになっているんです。同様にアースもこのようにして健康チェックを行いながら様子を見ているところなんですね。さあ屋外のお客様にはステラの声が届きましたでしょうか？声といいましても口や喉から出しているわけではありません。頭の上にある鼻を上手に使って
出している音なんですね。さあ続いてはステラに合図が出ました。プールの中をぐんぐんと泳ぎます。尾びれを上下に振っていますね。シャチは全速力で泳ぐと時速60キロものスピードを出すことができると言われています。実はこのスピードはイルカやクジラの仲間では一番速いスピードなんですよ。隣のプールをビュンビュンと泳いでいるイルカたちよりも早く泳ぐことができるんです。さあ今度は右側でマースが逆立ち姿勢をとっていますね。大きな尾びれを水上で振っています。さあ続いてはステラも同じように丸い胸びれで上手にバランスをとってこのような姿勢をとることもできるんですね。水中から見ているとシャチたちの体は意外にしなやかに動くのがお分かりいただけるかと思います。さあ水中から見ると左上の方、白いもやもやとしたものがありますね。どうやらリンちゃんがうんちをしたようです。さっと水中に溶けるこのようなうんちがシャチの健康なうんちなんですね。さあまたステラが潜ってきました。プール左側手前の方でスプラッシュジャンプ。種目が上手にできるとシャチたちはトレーナーの元へ戻ってご褒美をもらいます。よくできたねと撫でてもらったり餌の魚をもらったりします。体の大きなお母さんのステラは毎日およそ60キロから70キロもの魚を食べているんですよ。さあアースも見事なジャンプを見せてくれました。さあ続いてジャンプに向かったのはステラです。 2.2 トンの巨体を持ち上げてのジャンプ。さあもう一度水中観覧エリアの前をスーッと通り過ぎて右奥でもう一度ジャンプです。さあ4連続ジャンプでした。おっと今日はもう1回5回のジャンプを披露してくれました。さて皆さん、シャチたちのトレーニングはいかがでしたでしょうか。3歳の小シャチのリンもどんどんと成長しています。また到着したばかりのアースも元気に過ごしています。ぜひまたこのシャチの家族たちに会いに来てくださいね。それでは最後にアースがもう一度ジャンプを見せてくれました。水中観覧エリアにはお母さんのステラにもう一度やってきてもらいましょう。さあ中央へと悠々とやってきてくれました。以上をもちましてシャチのトレーニングを終了いたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。はい、ステラ、ありがとう。この後1時から北館レインプールにおきましてイルカのパフォーマンスが始まります。お時間のある方はぜひご覧ください。水中の観覧エリアでご覧のお客様、恐れ入りますがご使用になられましたマットは両サイドの壁側所定の位置までお戻しくださいますようご協力お願いいたします。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお過ごしください。